負けたのか。このままじゃ暴れ足りんぞ。なんか苦笑してる。あ、待てよ待てよ待てよ。入った。バカ。がどっちだ。さあ大丈夫か。ドーンと行ってみよう。これで昨日任せて早く早く。あ？いちいちいいよ。今日こそぶっ潰す。いちいちいいよ。早く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 。キッチャーに任せたよ。しかしたね。私は織田家に仕え、なるほど、お願いします。え？そう待った。あ、そうだ。我が軍に刃を向ける不届き者め。敵を一歩も近づけるな。我が軍に刃を向ける不届き者め。支払いをしっかりせよ。やめろ。いやー終わったな。そう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 。終わった終わった。派手に行かせてもらう。クラッとけ。なんでわしが逃げといかんのか。撃破。稲葉山は落ちた。これで都への道が開けたぞ。ベクトリー。11名、信長の音に名前を書かれましたよ。よし、うん、信長専用、もう持ってるからいいんだけどね。あんまり好きじゃねえよ。節制とかあの辺がいいんじゃねえ。稲葉山城を落とした信長はこれを義父と改めた。義父とは中国周の文豪が祁山に起こって天下を制した故事にちなむものだった。その義父に
前将軍の弟足利義昭が来訪する。都を逃れ諸国を流浪した義昭は織田の武力に着目し、それを背景に上洛、将軍の座に就こうと目論んでいたのである。そちの武勇、天下第一じゃ。わしが将軍となった暁には、そちは慣例じゃ。慣例では不足か。なら、奮発して副将軍でどうじゃ。気に入らんか。じゃあ、魅力のない男だな。女子か。都には良い女子がたーんとおるぞ。織田殿の子ってしよって、ものの一月も押したら上洛の準備整わはるでしょうな。この信長、もとより都に織田の旗打ち立てるつもりでした。上洛の儀喜んでお受けいたします。では出立は明後日。明後日？